放送の解説は石井館長、そして高田信彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ということで高田さん、まあ、自らの道場の中で毎日鍛錬を積んでいる、積んでいるこの松井選手なんですが、もう誰もいつでも試合がやりたいし、出る準備はできてます。まあ、チャンス、目の前にあるチャンスはいつでも掴みに行くという気持ちですよね。はい、さあまずはグレル・ベネチアンがコールされまして、続いて松井大二郎です。松井大二郎、静かに会場に礼をしました松井大二郎。スライドの切り込み隊長がどんな舞台を演出するのか。さあ石井館長、この戦いなんですが、ご覧の通り約10キロの体重差と10センチの身長差があります。そうですね、それをどういうふうに克服してね、はい、松井選手が攻め切るのかというところですね。まあ、とにかくですね、ベネチアンはまあ先日のもう右と左がありますけども、この辺りどうかいくぐってグラウンドに持ち込めるかというところが、そうですね、はい、さあ間もなくリング、ゴングが鳴ります。ジャッジレディーゴー。さあゴングが鳴りました。松井大二郎、まずはベネチアンの様子を伺います。さあここから相手のまずは腕ですよね、かわさなければならないのは、ベネチアン選手やっぱキックの時よりは構えが低いですよね。はあ、なるほど、これはやはり松井のタックルに備えてるっていう感じじゃないですかね。今一度タックルの姿勢を見せた松井ですが、やはりこのグラウンドでは非常に強いんですよね。松井は寝かせばね、松井選手だと思うんですよ。はい、そこに入っていく前にどういうふうに入っていくかという、高さんどうですかね。そうですね、不用意に入るとやっぱり膝あるいはパンチ、タックル切られて後ろ回られたりしますから、はい、むやみに入れないですよね。この緊迫感、これ危ないですよね。そうですね、危ないですね。今胸だったんですから、ちょっと実践高かったら顔ですもん ね、 ね、やはり10センチの身長差、そして10キロの体重差があります。さあベネチアンと松井、対応できてますね。さあベネチアンが、この松井がやはり懐に飛び込んでいこうという仕草を先ほどから見せていますが、しかしうまく腕を出していこうというジェレル・ベネチアン。今度サウスポーになりましたよ。今度はサウスポー、そうですね、そして元に戻しました。さあキック、バット下から回転だ。さあグラウンドに持ち込んだぞ松井。これからさあ自分のこの持ち味を発揮できるかどうか。ベネチアンがまずは下になりました。今いいタックルでしたね。はい、サインを読んでましたね。そうですね、そして細かくパンチを出していこうという松井大二郎。さあ国立の場内からは大きな拍手が出始めました。興奮から顔がやや好調しています。松井大二郎、ベネチアン選手、相手で鼓膜を叩いてますよね。鼓膜を叩く、これ初めての技ですね。はあ、高田選手、これはプライドルールで OK なんですか。 OK ですよ。で松井がね、結構ここでやらしいことやるんですよね。自分の肩で相手のこの顔をね、こう、そうですね、どつくんです。あ、肩で言ってますね。なるほど、あれ結構嫌なんですよね。やらしいことだったら負けないという感じですね。そうですね。そしてベネちゃんは下から抱きつくような形になりまして、首のあたりをホールド。あ、そして横に動いていこうかという松井大二郎。さあプライドの切り込み隊長がこれからどのようにこのベネちゃんを料理していくのか。このベネちゃん、 K1 無敗の秘密兵器。一旦はグラウンドに持ち込んだこの松井ですが、じわりと、あっと少し、しかし判定されました。今のベネチアンの足の入れ方というのは非常にうまかったですね。あれはどうなんですか。松井がちょっと硬くなりすぎてましたよね。体に力入りすぎて、だからこう返しやすいんですよね。はい、さあベネチアンが今度は上になりまして、さあ上から攻めていこうというところですが、一旦ここはベネチアンが立ち上がりまして、僕はキックを出していこうという場面。松井立ちました。さあ再びスタンディング、一度はグラウンドに持ち込んだ松井大二郎ですが、ここで再び2人が拳を相まみえるという状態になりました。さあベネチアンが31歳、そして松井大二郎29歳、細かくパンチを出していこうかという両者。ベネチア選手はですね、はい、アーネスト・フォースト K1 で3回グランプリを優勝したですね、はい、そこの選手を生み出したですね、ヨハン・ボスジムの選手なんですね。はい、でまあ、ホースの影に隠れてですね、脚光は見てませんがですね、本当にホースに続くですね、ヨハン・ボスジムの実力者です。まあ、このオランダ地区予選トーナメントで K1 ワールドグランプリ で、 そうです、ね、まあ、オランダで優勝というのはものすごいですよ。ですからキックの技術とパンチの技術はもうすごいですよ。はい、さあそのパンチが今右やや入った感じがありますが、さあ細かくパンチを出していきます。ベネチアン相手を詰め込んで、あっと下からいった、松井がうまく飛びついたが、ここはあれタックル切ってるんですか。タックル切ってますね、うまく切ってますね。切ってますか。あ、そうですか。はい、
さあそして低い姿勢に両者なりましたが、じりじりとリングの端へと押し込んで、さあここから下になっている松井がどうすべきか。うまく体を上から抑え込まれている松井。ここから松井選手は崩していくんですね。あー、ここからまず今体を回転させつつ前に押し込んでいく感じで、さあベネチアンの上に乗りました。残り1分を切りました。第1ラウンドです。このポジションでからさあ松井が細かくパンチを出していこうとしますが、チャンスですね。松井はね、打っていかないとダメですよ。ここはあのパンチで打った方がいいんですよ ね、 いいですね、はい、角に追い詰めてます。さあそして肘でゴリゴリと押し込んでいこうという松井。さあそして下から反撃を見せようかというベネチアン。さあ狭いところでの攻防となりましたが、ここはうまく頭をうまく抱えていこうというベネチアン。しかし左のパンチ細かく入っていきます。相手のこめかみのあたり、松井大二郎が、さあそして今度は初手でベネチアンがパンチを出していきます。さあ両者腕が絡まった状態、上に乗っているのが松井。切り込み隊長としてここはパンチを出していった方がいいという石井館長、そして高田さんの解説ですが、ベネチアン、はい、はい、どうぞ。ベネチアンが、うまく松井のパンチガードしてますよね。あ、なるほど。いい的確なパンチ当たってないですね。なるほど、はい、やっぱガードポジションのやっぱパンチの受け方もちゃんと学んでるということですね。そうですね、うん、さあここで第1ラウンドが終了しました。ジェレル・ベネチアン、そして松井大二郎、何度かグラウンドに持ち込んだ松井ですが、ここは一つベネチアンもうまく試合巧者だったかなという気もしますが、セカンドアウト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 。さあこれから第2ラウンドとなりました。第1ラウンドは松井大二郎がいい形でグラウンドに持ち込む場面もありましたが、ここもうまくかわしたジェレル・ベネチアン。第2ラウンドは一体どんな展開になっていくのか。国立競技場、少し風も出てきました。志賀さん、はい、松井サイドなんですがね、まずね、あの1ラウンド帰ってくるところ高田さんの際にうなずきましたね。だいぶリラックスはできてきているですね。1ラウンドやはりリラックスという声がよく飛んでいました。まあ、とにかく手数を出せという指示が出てますし、はい、このスタンディングの立ち上がりところですね、この殴ってくるところうまくタックルに行こうというそんな話です。さあということで松井サイドは小笠原渡るアナウンサーでしたが、志賀さん、はい、どうぞ。青コーナーベネチアンサイドなんですが、はい、こちらもですね、1ラウンドの方いい感じだいい感じだと言っていたんですが、うん、とにかく寝技に警戒しています。はい、はい、こっちの方は立って打撃を中心に、パンチとキックのコンビネーションを大切にしていけということですね。はい、でも早いですね松井のタックルはね。いや、今のはまた足首をうまく掴んでいきました ね。さあそしてまた上に乗る形となりました。プライドの切り込み隊長の松井大二郎。さあ今度も先ほどの高田さんのね、アドバイス通りにうまくパンチを出していきます。さあここから上に乗って細かくパンチを出していこうという松井。ここであの足を乗り越えてサイドポジションにあの移りたいですね。サイドポジションに持ち込めるかどうかという松井。まあ、そしてベネチアンですが、このサイドポジションに移行するその意思は、まあ、感じ取ってうまく防御はしていきたいですよね。今足が両足あのベネチアンの足が外れてますから、はい、チャンスではあるんですけど、まあ、勉強してますよね、トレーニングしてますよね。うまくディフェンスしてますベネチアン選手が。さあやはり K1 無敗の秘密兵器ということもありますジェレル・ベネチアン。上に乗られている状態でも足の使い方、そして松井の拳を押さえての戦いとなっています。さあ右を出していった松井。高橋さん、松井選手あっこからですね、はい、ヒールホールドとかあの辺は取れないんですかね。取れますね。そうですよね、はい、得意ですね多分ですね、はい、結構ベネチアン選手は上に今ポイント来てるから足首取り行くとチャンスだと思うんですけどね、はい、さあこの辺り松井が今チャンスなんだよな、今一瞬足がほどけかけましたよ ね。あでもあのコーナーに持っていってますよね、はい、殴りやすい位置にですね。であの足取った時サポーターしてますからベネチアン選手が、はい、汗で滑りにくいんです。滑りにくいですね足首がですね、ストップ効きますんで決まりやすいですよね。さあそのあたりも勉強してきているというジェレル・ベネチアン。しかしまるで雲の巣の中に相手を誘い込むかのように、まずはリングコーナー付近にうまく持ち込んでいった松井大二郎。しかし細かいパンチを出していますが、顔面へのパンチは多いんですがボディへのパンチはあまりありません松井。さあそして上からおでこのあたりに額のあたりにパンチを繰り出します。さあそして今度は横につけていこうかというところです。足を狙っていきます。そしてヒールホールド、ヒールホールド。さあうまくこれを決められるかどうか。さあ下になっている松井、
足を決めていくか、たまらず上からベネチアンパンチ。このね、外し方ベネチアン知らないと思うんでチャンスなんですけどね。あ、こうなると足首決まりますよ、これ寝ちゃうと。まさか K1 無敗の秘密兵器が国立の舞台で敗れてしまうのか。下からうまく足を決めている松井大二郎。外れましたね。外れました、はい、外れました、外れましたね。さあ逆に今度は上になったのがジェレル・ベネチアン。あ、サイドにサイドに入ったんですか、サイドに入りますかね。細かくでもここから攻めないんですよね。そうですね、脇腹のあたりにパンチを出していきますが、さあ逆にうまく足を決まったんですけどね。さあ残り時間第2ラウンド1分20秒切っています。上から見下ろすベネチアン。さあそして立ち上がった松井。高田さん、今暑かったんですか、足首を取るのは。あのやっぱり起きてきたじゃないですか、はい、あのベネチアンが寝た場合にはもう決まってるんですけど、あの起きられるとやっぱりこううまく決まらないですね。あ、すぐですね、はい。さあ今度は1点スタンディングの状態になって、そしてさあまた足首のあたりを狙っていきましたが、飛び込んでいた松井、今度は取れません。ベネチアンも素早くかわしていきました。さあ残り時間第2ラウンド1分を切っています。ライドの特別ルール3ラウンド制、1ラウンドは5分、インターバルは2分あります。さあ40秒切りました第2ラウンド。ここでまた足首飛びついていった、たまらずベネチアン倒れる。さあベネチアンの足を取っていますが、うまいですねこの辺は。さあベネチアンが逆に足で挟み込んでいこうという状態、そして腕も固めています。田選手、松井選手どうするんですか。やはり横に行きたいですね。あの足を乗り越えて横に行きたいですね。あの今右足を乗り越えて、はい、左サイドに移りたいと。そうです、あ、今1個超えました、ね、もう1本抜きたいですね、あの足を。さあしかしベネチアンもこの足を外してしまうと自分の負けにつながってしまうということも分かっているんでしょうか。これアームロックのチャンスですね、はい、今ですね、はい、今アームロック、はい、さあしかしここで時間がありません。第2ラウンドが終了となりました。さあ第2試合はファイナルラウンドへと流れ込んでいきました。さあ松井がここからファイナルラウンド、残り時間は5分。さあそしてうまく飛び込んできました、左足を取っています。さあ低い姿勢、相手追い込んでいこうとしますが、おっと怖い右、そして逆にこのドロップキック、松井が飛び蹴り。いいですね松井選手、しかしベネチアンも冷静に読んでいました。ここは立ち上がった松井。さあファイナルラウンド、今危なかったですね。そうですね、今ジャブが入ったんで、はい、ジャブなとワンツースリーきますから、さあそしてまたベネチアン選手もやっぱタックル怖いんで、あのパンチの連打が効かないんですね、はい、さあそして下からいきますが、上から潰していこうというベネチアン。志賀さん、はい、どうぞ。青コーナーサイドです。ベネチアン2ラウンド終わってコーナーに戻ってくるやいないや、トレーナーに左の手のひら平手一発、激しい口調で子供みたいな試合をするな、いつもだったら3発パンチいけるところを2発しか出していない、もっと気合を入れると。そして今ツーが入りました、言われた通りに。さあそして止まらずグラウンドに持ち込むかというところ、右ちょっと効いてますね。そうですね。さあそして目の下から出血しています、松井大。さあ松井大志郎が、さあ右をまたもらった、パンチが出てないではないかという。さあしかし松井がここから逆転となるか。うまく取った、うまく取りました、はい、さあそして上に乗って、先ほどから続いているこのマウントポジション。志賀さん、はい、どうぞ。赤コーナーサイド松井サイドですね、この状態からもっと手数を出していけという指示が飛んでいますね、はい、そして相手の足が遊んでいるのでアキレス腱も取れる、そして、まあ、十字も取れるだろうという指示も出てますね。はい、まあ、やはりこの試合も石井さん高田さんの解説ですが、お二人の言ってるような、まあセコンドからの声となっているようです。お、サイド移行しましたよ。そうですね、1本、はい、やり足が入りました。ここから右足が出るかどうかという松井大二郎、炎のグラップラー、最終ラウンド残り時間はまだ間もなく十分ありますからね。そうですね、間もなく3分を切ろうかというところですが、最終ラウンドダイナマイト第2試合。さあなかなかパンチの出ていない今日のベネチアン、そして細かくパンチを出していきたい松井大二郎。抜きました。さあそしてリフトアップしましたが、さあここでうまく体をマウント取りました、ね、マウントポジションを取りました、ね、チャンスですよ。さあここからベネチアンを料理していくのか松井大二郎。プライドの切り込み隊長がこの国立の舞台で先日のこの舞台を演出していくのかどうか。目の下からやや出血はしていますが、残り時間はまだあります。こうなるとどういうことができるんですか松井選手は。やはり腕取りいけますね。あ、両足抜けてますからね、はい、さあそして
もう一つ、さあマウントポジションから、そして足を一つ入れられて、あここは下半身の力がありました。ベネチアン松井を両足で戦いました。しかし下から突き上げられた、逆転された。やや目の周りのあたりが腫れている松井大二郎。さあここは立ち上がれという指示が出されますが、残り時間が間もなく2分を切ろうとしています。いや今非常にいい形に松井選手はなったんですが、いいですね松井のこの辺の間の取り方がね、はい、さあそして下からまた行く、そして上から大きくキックを出していくベネチアンですが、空を切る、たびたびこのキックを出しますが空を切ります。そしてパンチを出していこうというベネチアンですが、低い姿勢松井どうだ、ここも大丈夫。さあ残り時間が1分40秒切りました。3ラウンドローキックが入っています。ベネチアン、さあそして下からいった、足を取っていますが、今度もうまくベネチアンが潰しにかかっています。この状態は切れてるんですか高田さん。切れてますね、切れてますね。さあそしてただあのベネチアン選手は左足をもっと突っ張れなきゃ切り切れないんですよね。なるほど、あそこ中途半端に曲げておくから、曲げておくからですね、引きつけて捉えちゃうんですよね。なるほど、あれを伸ばせばいいんですね。伸ばせば完全に切れますね。さあそして上から細かくパンチを顔面に叩き込もうというベネチアン、最終ラウンド残り時間が1分10秒を切りました。さあそしておっと難しい角度からのキックを出していく松井。ベネチアン上から肘を使いました、ね、あれは肘はダメなんですか。反則ですね、ボディへの肘もダメですね。さあ反則を出してしまったこのベネチアンですが、さあ肘はダメです。残り時間1分を切っています。さあベネチアンを松井大二郎が脊髄への攻撃は反則ですね、はい、さあ下の状態になっていますが、ここでこの状態立たすんですね、はい、一度立たせます。さあ松井が上から乗られていた状態ですが、センターに持っていくんでしょうか。同じ体勢からじゃないでしょうか。同じ体勢から。さあそして残り時間が短くなってきました。ないですね。さあ30秒切ってきましたが、さあ時間のない状況、この後判定へともつれ込むわけですが、どうでしょう現在ではどちらが有利でしょうか。石川長、私はちょっとわからないですけどね、微妙ですね、微妙、さあ上から抑え込まれた状態で、さあ20秒切っています。さあそしてまた肘を出していくベネチアン、この辺りレフリーへの印象度も変わってきますが、さあ下の状態、松井が動けない、さあ間もなく時間がなくなる、あそして立ち上がった、さあ残り時間は3秒、大丈夫か松井、一撃を食らわせられるか、逆にベネチアンが前に出るか、なんと飛びついたがダメ、今度は飛びついた、今度は飛びついた、これ引きつけて回したいですね、回して上に乗りたいですね、ですね。さあ右足を取っていますが、さあ残り時間が30秒切っています。残り時間があまりありません。ここから松井大二郎、さあ K1 無敗の秘密兵器ジャレル・ベネチアンに判定となってしまうのか、また下の状態、そしてまず左のキック、松井が前へ出ていこうとしていますが、さあベネチアンパンチもあります、一撃があります、この辺りかわしていけるか、松井ここで試合終了、試合は判定へと持ち込まれました。プライド特別ルール3ラウンド制、1ラウンド5分、判定で回答いたします。ジャッジバート ジェネジャッジ石松井、ジャッジ宮城ジェネ、あーっと僅差で勝者は